はい、どうも皆さんこんにちは、トリッピーです。ということで今回はこちら GX ウルトラシャイニーの2ボックス開封やっていきたいと思います。といやー、もう言わずもがな、大興奮間違いなしの紙ボックスでございますよ。それでは開封の準備です。ということで、2ボックスの開封の準備ができたんでやっていきたいと思います。とはい、じゃあ1ボックス目の1パック目から見ていきましょう。よいしょ。あー、いきなりベベノムちゃん。はい、ベベノムが来ましたと。ほい、で、不思議だね。はい、ほっぺスリスリ。お、いいね、磁場コイル。このマグネサーキットの磁場コイルもね、かなり強いんすよ。自分の手札にある鋼エネルギーを1枚自分のポケモンにつけれるって感じで、いや、これはいいね、嬉しい。こっちに置いとこう、嬉しい。レアなんで。で、チルタリスが来て、GX はシルバーリーと。シルバーリーも普通にここでなんか当たり前のようにやってるけど、普通に俺この前シルバーリーを求めてパックを開封したぐらいには欲しかったカードだからね。いや、嬉しいです。おー、しかもなんだ、ミラーカードの、地鳴らしマグカルゴ来ましたと。これは俺のマグカルゴデッキはこのミラーカードに変更か。変更だな、これは。じゃあ次です。おい、あ、で、ロトムが来て、まだあるよね。はい、もうカルネか。カルネちゃん、まだある。ラスト1枚。はい。おー、カラマネロ。カラマネロが来ましたと。これこっちに置いときましょうか。ちょっと有能な、有能でちょっと嬉しいノーマルカードここで、レアはここで。はい、じゃあ2パック目見ていきましょう。ほいよ、いきなりユニットエネルギーが来るんだわ。このパックだからすごいんだわ、本当に。はい、ということで次が、はい、コソクムシが来ましたと。はい。で、リオルちゃんが来て、次レアかな？はい。おー、違う！なんと光ってる！光るポケモン！ゲコガシラが来ましたと。ハヤテ手裏剣のゲコガシラですね、これ。手札から出した時にダメ感を2個乗せるんですよね。いや、これは普通に、これは普通に嬉しいぞ。はい、じゃあ次です。おー、フーパー。フーパーも普通にね、EX、GX は、から、技は受けないから強いですからね。めちゃくちゃに嬉しいですからね。でもって、ディアンシーですね。トータイプのデッキだったら絶対に必要な、ディアンシーが当たりました。もうこれ舌が回んなくなっちゃう。言いたいことが多すぎて。では次です。GX は？はい。うわ！お！ありがとうございます。カムデレフワンダータッチ、カムデレフが、当たりました。よかった、嬉しい。俺カムデレフね、この GX ウルトラシャイニーのために買うの我慢してましたから、うん、友達にあげる分でしか買ってなかったんだよ俺。自分の分はまだ1枚しか持ってなかったで、よかった。はい、では次です。はい。で、ハブネークさんが来て、次、今日ウォーターメモリでありますと。はい、あ、まだあるか。で、グラジオが来ましたと。ノーマルここ、使えるノーマルここで、レアここで、ちょっと嬉しいレア、そんな感じで分けていきます。ここミラーカードね。あら、ミラーカード今、あ、違うわ、ゲゴ頭が光ってるから、それがミラーカードの代わりか。では3パック目いきましょう。あっちゃーもー、あっちゃーもー、キルリア。はい、モノズ、次からレアかな。はい、おー、焚き付ける。おー、ゼクロム。はい、ゼクロム。おーっと、出ました、ネクロズマ、暁の翼が来ましたと。まあまあまあ、これはそんなですね。次です。はい、おー、コイルのミラー仕様が来ました。次、はい、おー、火打ち石、あ、エネルギー持ってくるやつね。はい、次、神剣からの最後、はい、おー、いいね、ウルトラスペース、かなり有能なカードが当たりました。さあ、では次でございますと、さあ、どんどん行きましょう。今回はね、今回2ボックス開封なんでね。はい、あ、そんなこと言っていたら、下校頭、これがさっきのこれの色違いじゃないバージョンですね。はい、残っち、おい、ラルトスで、次からレアです。はい、おー、ゼルネアスからの、ほい、デンジュモク。まあ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 、普通ですね。で、 GX は何、チラリンチョ。おお、電樹木が2回連続続きました。まあまあまあ、いきます、次です。はい、お、こっちはめっちゃ嬉しいぞ、ミラーのガブリアス。あー、これはいいですね、かっこいい、かっこいい。そして、はい、お、あ、やった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 ぜ。やった、ビーストリング当たりました。いや、嬉しいな、本当に。
これマジでウルトラビーストのデッキも俺もうこれ組めそうですね。で次、はい、ミミッキュが来て、次ゴーレスキュータンか、いいじゃないか。汎用がどんどん増えてくぞ、汎用がどんどん増えてくぞ。マジでこのウルトラシャイニー10ボックスぐらい開けてえな。いいカードしか出てこないな本当に。今までのボックス何だったんだっていうぐらいいいカードしか出てこないな。闇ラミ、はい、闇ラミエナジー進化の EV が出るんですわ。はい、次でニューラちゃう、ニューラちゃん、このマニューラがね強い。そういやマニューラまだ出てないね。次です、はい、おお、やった、色違いのフェローチェが来た。これは嬉しいが嬉しいよ。フェローチェは色違いデッキにも採用してるんで嬉しいんですが、これで色違い、このレアワークの色違いが2枚出たら SR 以上が出ないっていう噂を聞いたんですよね。確率はまあ低くなってしまうと。だからまあそういう意味では、2枚目開けてほしくなかったかなって思うな。だって俺今は2ボックス目だけど、これ、SR 以上まだ1枚も入ってないって感じだもんね。封入率やっぱ低いのかな。やりゆうさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、で、マホクシーが来て、次が GX かな。はい、うおー、マッシブー、マッシブー、嬉しいなー。で、はい、で、あ、これもね、でもね、これもね普通に強いって言われてる。爆噴射がね普通に強いですからね。はい、で、あ、これ新カードですね、今回のサポートの。ただ残念ながらそんなにカードのテキスト的には強いって僕は思わないんで、割愛します。次、あーで、あーなんかロトムちゃんがやっぱり一番最後にロトムで締めるウルトラシャイニーって感じするなー。さあちょっと待ってね、ずらすわ。はい、では次行きましょう。ほい、ふかまるちゃんが出ました。はい、ウッパーからのユニットエネルギーのこっちの方ですね。はい、でもってレア、おお、ワンダーラビリンス、ワンダーラビリンスは2枚目だなこれ。ただプリズムスター2枚もやっぱ出るね、やっぱり。はい、からのマナフィー、はい、おー、アレシラム GX、 俺何が欲しいんだ、ゾロワークとか出てほしいな。はい、からの、お、いいじゃん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 、ミラー仕様のカラマネロ、カラマネロが俺いつもね舌が回らなくて言わないんですけど、このサイコリチャージもめちゃくちゃ強いですからね。はい、あ、で地ならしのマグカルゴ、これも嬉しい、からのラニューイ、あ、このラニューイも新カードで、テキストを置いといて可愛いですね。なんかスカートがモホーってなってる。はい、じゃあ次最後、うん、グラスメモリでありますと。はい、じゃあどんどん行きましょうか。ラスト4パックありますと。はい、チルッとガバイト、はい、まあいいか、こっからです。チラリンチョ、おー、アロキュー結構俺なんか今回はすごいよく出てくるな。アロキューが来てからのガブリアス、これは嬉しい。まあちなみにこのアロキューも GX から技を受けないんでね、かなり強いですからね。でもってこの次だよ、GX ポケモン来てくれ、おー、ルガルガブラッディアイ、なるほどブラッディアイの方か。じゃあ次、はい、おー、若シャモミラーカードできましたと。若シャモのミラーカードまだあるよ。ふい、エスケープボード、いいね、汎用が出てくれるのは嬉しい。カラーのアロラガラガラ、はい、うわー、ありがとうありがとうありがとうございます、本当にありがとうございますなんだけど、え、マジでありがとうございますありがとうございますなんだけど、テテフにシロナだぜ、テテフにシロナ出てるよ、もうやめてよ、それ以上俺を喜ばせないでくれ。はい、からのたまたまコイル、テールナー、次がレア、うわー、サーナイト、え、これ当たりの方の部類なのでは、つか当たりの方の部類だわ、サーナイト GX の色違い来ました。え、めっちゃかっこいい色、めっちゃかっこいい水色っぽい感じで、めちゃくちゃいい、ありがとう、普通に嬉しすぎて涙出そう、うん、俺生きててよかったわ。サーナイトの色違いが出ましたと。で、もう一枚レアかな、はい、あー、ネクロズマ黄昏の盾紙と、
このパターンって GX 入ってんのかな、一応入ってんのかな、なんか入ってるような気がする。はい、だから入ってないのか、入ってはいないと。悪事キング、フィールドブロワーがミラーカード、あいいね、ミラーでフィールドブロワーありだよ、からの、はい、ウソッキー、青でラジュールね、あ、めっちゃある、めっちゃあるし、めっちゃある。なんか俺10枚めくることあんまりないからどれだけあとあるかわかんないけど、最後に普通にこのミステリートレジャーが出てくるところがやべえこれ初めて引いた1ボックス目より全然当たり箱だな。レアリ、これもすごいし、ここやばい、ここやばいし、これもちゃんと出てるし、あれ？そうだよね、そうだね、そうだね、 SR 以上は多分ないけど、うん、そうだね、カード的にもすごいいいですね、これはやばいな、マジでやばいな、吐き気してきた。レアコイル、コスモグ、はい、ポッコ、はい、あーいいよー、ルカリオ、もうこれマジガブルカ作れますね、これ。俺ミステリートレジャー置く場所間違えてますね、こっちですね。ルカリオ、はい、でネクロズマのウルトラビーストが来て、次、あー積んだ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 、いやでもいいよ、次です。はい、どうモノマネ娘のミラーカード、そっか、これモノマネカード、モノマネカードじゃない、モノマネ娘も入ってんのか、なんでこれ入ってんだろうじゃあ次です。はい、あー火山が来て、はい、不思議バーナー、不思議バーナー、あっやった、来た、あ、そっか、今回初だ、上りと下り来ました、これ。山札の上から1枚見て元に戻すんすよ。でその後に自分の手札を全てトラッシュして山札5枚引けるっていう感じで、かなり使えるいいカードが来てくれましたね。これはここに置いときましょう。いやーよかった。え、すごくない、このこのボックスすごいな、本当に、うん、なんかすげえわ、マジで感動してるわ今俺。アローラディグだ、はい、クイタラン、雪かぶり、こっからですね、はい、マッシブン、いいね、マッシブンいいよ、マッシブンいいよ、からの、はい、おータイプヌル、はいはい、タイプヌルが来て、次 GX、 これラストですね。1ボックス目最後はこちら、おーレックさん素晴らしすぎる、マグマックのミラー、あ、マグカルゴと、これでミラーが1枚ずつ出ましたね。はい、もういいの、いいの、願いのバトンもらっていいの、はい、ありがとうございます、本当にマジでありがとう。はい、もうで最後はシメロトムであると、あ、違った、エネルギーサイクルが来ましたと。エネルギーサイクル使える範囲だからこっち置いとこう、一応。ということで、1ボックスの開封結果、見てみましょうか。はい、ということで1ボックス目の開封結果になりますと、願いのバトンとかね、願いのバトン、ミステリートレジャーとかね、まあ、ビーストリングだね、でウルトラスペースにユニットエネルギーとかね、こういうものすっごい、もうここだけで大満足のカードが当たりながら、ミラーカードって言われるのが 1,2,3,4,5,6,7,8 枚であると。8枚で、まあこれで90だね。で、GX ポケモンについてが、まあレッグーザとかね、カブテデフ、他にもマッシブンに、当たりまして、さらに、ダブルレア色違い枠でサーナイトが当たってしまう。他にもプリズムスターがこの2枚で、まあ、ジバコイルとかめちゃくちゃ良かった。もう一時期めちゃくちゃ高かったですよね、これも。1000円超えてました。はい。つか、なんだかんだこれもほぼ1000円超えてました。1000円超えて、1000円超えてたってか、そういうカードがね、バー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 と並んでね、上りと下りと、シロナが当たってしまうという、結果になりました。もうこれはね、本当に。あ、もうはっきり言います。多分ね、どんな当たりしても、僕、この、ウルトラシャイニー GX 開けた後は大満足でしか言わないんで、よろしくお願いします。これは100点満点中7000点ぐらいです。ありがとうございました。はい、じゃあ、まだまだあるんでね、まだまだあるつか、今これが折り返し地点なんで、残り半分の、ボックス開封やっていきましょう。その前にスリーブ入れなきゃ。はい、それでは後半戦やっていきましょう。もう、ちゃっちゃちゃっちゃ行かないとね、長くなっちゃうんで動画が。コスモッグ、ポッコ、チルット、ライコーいいですね。はい、カラのヤレユータもう強すぎる。はい、で GX がピッ、おーネクロズマ、タスガレの縦紙であると。まあこれもね、結構重いけど220っていう超高火力が出ますからね。まあ3個トラッシュっていう、まあなんていうのかな、デメリット効果ありますけれども、
鋼タイプはですね、いろいろエネ加速する手段たくさんありますんで、かなり強いですよね。で、ミラーカードの、グラジオが出て、不思議バーナー。バーナーバーナー。からの、いいよ。上りと下り、出てしまって。で、汎用エスケープボードが当たりましたと。はい、じゃあ2パック目見ていきましょう。ガバイト。まあいいか。深まる。はい。うわー、よっしゃ。すごいすごいすごい。色違いのジバコイルが来ましたと。マグネサーキット、これはめちゃくちゃに嬉しいな。本当に鋼デッキ作れるな。これ天眼山とかも来てほしいな。はい、からの、はい、とフーパー。もうフーパーも強い。もう普通に強いのが出すぎて、もう何も、なんかインフレだ、インフレなんだ。 GX が、はい、あ、 GX じゃない、あら、3枚来るか。からの、じゃあ、はい、うおー、レックーザー。あれ、もうレックーザー、これ3枚目4枚揃ってしまうな。これマジでゼラオラレック作れます、朗報です。ゼラオラレック作れます、トリッピーさん。アローラガラガラカロ、ありがとう、ありがとう。上り下り出て白な出た、やべえ。でマグガルゴでしょ、やべえやべえ、もうやべえしか言えねえ。本当にすごい、マジですごい、強いやつらしかいねえ、ガチで強いやつらしかいねえ。たまたま深まる、ほっぺスリスリ、アロキュー、嬉しい、ソルガレオ、プリズムスターのソルガレオが来ましたと。はい。で、ジェックスが、ぽい、お、アーゴヨン、お、初だ、アーゴヨン。まあ、これもね、イラスト違いになるよね、多分これが。この GX 技もね、かなり面白いんすよ。お互いのプレイヤー GX のサイドとかの枚数関係なしに、ここで平等になるんで、面白いですよね。はい、からの、うわ、いいね、ウルトラスペースの、ミラーカード、ミラー仕様が来ましたと。ありがとうございます。から、はい、満タンの薬、もう汎用が嬉しい。はい。で、ロトムが来て、はい。え、あ、ウルトラスペースが、まさかの、ここ、1パックで2枚出てくることあるんだ。素晴らしい、これは。ありがとうございます。から、どんどん行こう、これは。ほいっと。はい、ジヘッド、イワンコ、アチャーも、はい。お、焚き付ける、はい、あ、ネクロズマ、はい、お、グソクムシャ、グソクムシャさんは、グソクムシャさんはちょっとそんなかな。はい、テールナーのミラーカードが来て、はい、お、いいね、鋼鉄のフライパン、マイナス30されるやつね、鋼が。はい、で、ロトムが来ましたと。シメロトム、違う、ルザーミーネ。いつも9枚目が終わりかと思ってしまうが、そういうわけではありませんと。はい。で、リオールが来ます。ゴールドラッシュが来ます。はい。ダネフッシュ。レア。レシラン。初だ。からの、はい。ヒードラン。これも初だ。今回種類マジで多いな。はい。ウルトラネクロスマー。いいね。これは普通にめちゃくちゃに強い方。はい。からの、はい。エスケープボードのミラー。いいね。2枚目。はい。で、奇世界のマギアナが切って、うおっしゃー勝ち申した。シロナ、グズナ、上りと下りサポート、もう有能すぎなのが、たくさん揃ってしまいました。はい。で、もういいや。何も言えねえ。これもう本当に普通に強いからね。やべえわ。やべえよ。まだ一応、ダブルレアの色違い枠も残っていると。で、色違いは、あ、これここになっちゃってるな。これ1枚しかまだ出てないんで、SR 以上か色違いが出る可能性があると。いきましょう。はい。カラカラ。ゾロア。ビグダ。はい。ダークライ。かっこいい。からのチルタリス。はい。おーっしゃゾロアーク。来てしまいました。もう一時期はこれを当てるためだけに5000円とか払ってたからな、俺は。はい、からの、ヒートロトムのミラーが来ました。まあ、ヒートロトムのミラーはちょっと必要なかったかな。はい。で、自撮りが下手くそなナッシー。から、はい。お、で、ルミタンですと。まあ、新カードですね。これも初めてかな。テキストは割愛しますと。はい。願いのバトン。当たり前のように、もうやべえ、俺感覚が狂ってきたぞ。感覚が狂ってきたぞ。願いのバトンが出て、願いのバトンが出て、あのリアクションは、俺やべえ、マジで。そろそろ、これウルトラシャイニー病だわ。ウルトラシャイニー病にかかってしまった。本当に。
俺今までの俺だったら願いのバトン出るだけで6時間語れたのに。はい、なんかちょっと空いてないですね。はい、じゃあ次でございますと、ほい、お、ユニットエネルギーの雷とかの方が来た。はい、からの、おー、いいね、アロロロコ道しるべで、ニューラ、はい、ゼルメアス、はい、おー、やった、マグネサーキットの、磁場コイルが来ました。これは嬉しい。はい、おー、月光が、今回初月光が、トリッピーさんが初めて作ったデッキも月光がでございますと。ほい、おー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 、磁場コイル。さらにやっぱミラー仕様のが出たら被ることあるんだね。これはマジで鋼作れるぞ。ほい、お、あー違う、うわ違う、こっちだ。マニーロ来た、よかったよかった。悪の戒めマニーロ、これめちゃくちゃ強いんですよね。相手の場の特性を持つポケモンの数かける50なんでね、だいたいまあ強いカードと特性こうやって持ってるんで、かなり大ダメージが出ますよと。はい、そして、ほい、おお、戒めの方ゴラー。これもね、こういうカードで殴るデッキだったら強いと。はい、で、デンジ、あ、いいね、雷とかも今強いからね、これもグッズと雷エネルギーサーチできるいいカードですね。いやー、すげー、すげー、語彙力解ける、語彙力解ける。さあ、そしてクイタラン、雪かぶり、レアコイル、おー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 、ダブルレア神剣かいや、まあでもね、嬉しい。これは俺ウルトラシャイニーの色違い全種類集めてんだ無謀なことを言い始めた。そんなこと終わらない旅が始まってしまう。まあでもこれはいいでしょう。からの、はい、電磁木のレア、あ、いいね、シェイメンプリズムスター来ましたと。これ1枚は欲しかった。自分の場のポケモンについている基本エネルギーの数 ×30 なんで、まあこれは多分ね、ゼラオラレックかな。これで殴るなら草エネルギー入れないといけないから、ゼラオラレックの強化になりますと。ほい、からの闇ラミのミラーカード、キラキラキラン。そしてロトムが来て、エネルギー、あ、ロトムはこっち、そこまでだから、でエネルギーリサイクル火山と。はい、さあ、あとラスト2パックっすね。ラスト2パックです。ほい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 、どんどんいきましょう。コソクムシ、モノズ、マグマック、うおー、かっけー、これはかっけー。リザードの、レア、まあでもかっこいいけどだな、 SR 枠がなくなったって思うと。 SR 枠の方がリザードが出てくれるよりは嬉しかったけど、でもやっぱそれでも嬉しい、それでも嬉しい。人間のサガ、ゼクロム、サザンドラ、ちゃ、おお、普通に出るんだ GX も。だから積んだ積んだ、まあそこまでだね。これも積んだ積んだの押し流すヌオン、これもすごい強いですからね。でモノマネ娘が来て、ウォーターメモリが来ますと。はい、じゃあとうとう本当にこれが最後でございますと。何が出てくるのか。ベベノム、ケツマロケツマロっていうのは誰だったかな、ビグゾだったかな。はい、からの、コスモウム、タイレア、アクージキング、ふい、ガブリアス、いいですね。はい、あ、来た、トワイライトアイの方のルガルガン出てくれた、よかったよかった。まあこれもね、ちょっと面白い感じなんで、まあ1枚採用するかしないかみたいな感じになりますね、ルガゾロのデッキで。いや、これはよかったよかった。うおー、そして押し流すヌオーのミラーが、なんか同じカードが入ってる率結構高いな、ミラーの時に。で、ムキムキダンベルちゃんにスピンロトムで、おー、いいよ、カウンターエネルギーが最後に来て、整理しましょうか。はい、ということでミラーカードが 1,2,3,4,5,6,7 枚と、ごめんなさい、ここに一応磁場コイル1枚置いてるんで8枚で、まあ90っていう感じかな。でもって、使える汎用カードの方がまあこんな感じで、今締めとかね、このマニューラ出てきてくれたの嬉しいね。で、願いのバトンに、まあまあそれぐらいか。いや、かなりでも良かったですと。でもって、今回は、まあダブルレア色違い枠が神剣で、こんな感じであると。まあ汎用のね、グズマとシロナが1枚ずつ出てくれたのは嬉しくて、ゾロワークとかも嬉しいけど、まあ、これはどっちかっていうと、俺個人的にはすごく、満足ではありますが、まあ、磁場コイルのこのレアとかもね、普通にすごくいいですからね。ただやっぱ、まあ、これは多分、ウルトラシャイニー1ボックス開封したって言われると、ちょっと外れになるのかな。多分、ここの、飛ばしてみた人はね、
これ2ボックス目の開封だけど、1ボックス目の開封もこんな感じで並べてるんで、それが下の方の時間出てるんですけど、そっちの方がやっぱ、手手札が出てた分、だいぶね、まあ、この色違い枠もすごい良かったから、当たりですね。はい、ということで、今回はこれぐらいで、終わりたいと思いますと、いやー、それでもね、それでも100点満点中3000点ぐらいはね、あげたい。当たり前だよ、だって。俺5000円しか出してないのに、普通にこの2枚来てんだもん。この3枚来てんだもん。うん。もうそれでこんだけすごいカード来てんでしょ？もう何も言えねえよ。マジで何も言え。大当たりでございますと。はい。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思いますと、またウルトラシャイニー等々ね、ポケモンセンターでもね、一応、第2時か3時ぐらいで予約ができてるんですよね。まあ、それ届くのは結構後の方になると思いますが、それが来たりしたら、また、パック開封等をしていきたいと思いますし、お店とかでね、ウルトラシャイニー再販だいぶかかってるんでね、見つけ次第どんどん、ウルトラシャイニーに限ってはマジで無限回収していきたいレベル。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまで出てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーでお会いしましょう。じゃあねー。